第7レース1着は1号艇野田夏樹選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。浜名湖は初出走で、そうですね、初めて来ました。いいスタートになりましたね。はい、はい、野田選手インコースから一定心ぐらいですかね、スタートのタイミング。はい、はい、朝からチーさんにもう怯えて怯えて枕辺の怖くて作業してたんで、はい、ちょっとこの展開になるとは思ってなかったです。はい、はいはい、またここに来れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。お待ちしています。第7レース1着は1号艇野田夏樹選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。競艇フリーダムでは現在、競艇で稼いでる方法を公開中。競艇が好きな人も、競艇を知らない人も、簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで、辛い日々を送ってたんだけど、その後、稼げる方法に出会い、人生が急上昇。俺と同じで、社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい、そんな人のためにも、稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は動画の概要欄をチェックしてね。